こんばんは。今日は、スケボーの動画です。実は今スケボーに乗っています。実物を参考に簡易的なモデルを作成しました。完成。ということで今回は、このスケボーがなんで曲がることができるのか、その仕組みを解説してみます。スケボーは、ボードを傾けることで左右に曲がることができます。例えば、右に傾けた状態で走らせてみましょう。右に曲がりますね。次は左に傾けてみます。当然左に曲がりますね。なので、乗っている人が重心移動したり、足を使ってボードを傾けてうまく操作します。ボードを傾けて曲がることはご存知の人も多いでしょう。ではなんで傾けると曲がるのか。ひっくり返して見てみます。ボードを傾けた時のタイヤの動きはこんな感じ。ただ、最初から完成品を見ると複雑に見えるので順を追って考えてみます。こんなスケボーも作りました。ボードの下に垂直にタイヤが取り付けてあります。なので、ボードを傾けた時、真上から見るとタイヤはボードと垂直のままですね。真正面から見るとこんな感じ。このスケボーの場合、ボードを傾けても、たとえ重心を移動させても、タイヤの位置関係が変わらないので、曲がることはできませんね。ただ重心移動させただけでは、このような単純な四輪の乗り物は曲がりません。実物をよく見てみると、タイヤの軸がボードに対して斜めに取り付けられていました。この状態でボードを傾けると、タイヤはハの字になります。最初はこれがタイヤの仕組みか、と思ったのですが、違いました。ボードとタイヤをつなぐ軸が内側向きだった場合、ボードを傾けた側のタイヤが開きます。つまりこんな感じ。この状態で走ると、ボードを右に傾けたら左に曲がります。そして左に傾けたら右に曲がります。逆ですよね。さらに、実物をもっとよく見てみると、軸はこんなに極端に斜めに取り付けられてもおらず、この部分はボードに対して回転もできたりと、ある程度自由度が効くようになってました。実物には、こんなものも繋がっています。これが仕組みの核となる部分でした。こうやって動かすとわかりづらいのですが、こうして見てみると、茶色い部分が、タイヤを操作しているように見えませんか？こうやってみるとどうでしょう？伝われ。ボードが傾くことで、茶色い部分の棒も一緒に傾いて、それがタイヤを操作する感じ。ボードを透明にしたらわかりやすいかも。そして、この茶色い部分は、ゴムになっていて、このゴムの弾性のおかげで、タイヤは、自動的に、まっすぐの状態に戻ります。どうでしたでしょうか？説明の仕方が難しくて、わかりづらかったらすいません。ネットで調べても見ましたが、理解できず、実物を見て、分解してさらに物理エンジン上で、モデルを作って動かして、初めて理解できました。ところで私、スケボー乗るの上手いでしょ。こうやって右に曲がります。